おはようございます。一ノ瀬はじめです。おはようございます。昨日はやりすぎました。やりすぎたね。めっちゃしんどい。やばいやばいわ、ということで、なんか今日は子供たちがねお弁当の日だということで、僕の朝ごはんもお弁当の中身と一緒になりました。そうですね、まあ要するに残り、あ、やだ、もう皆さん分かっちゃった、ダメだ、母ちゃんのテンションについていけない。あ、ごめんなさい、今日は母ちゃんが辛い日みたいで、ごめんなさい、ちょっと抑えめにいきます、じゃあいただきます。はい、どうぞ。はい、今から出勤ですが、今日は雨なんだね。ちょっとグーグル先生が最近ご機嫌斜めで天気を聞いてないので、外出るまで分かんなかった。それではお仕事行っていきたいと思います。はい、午前中のお仕事終わりました。終わったね。ね、今日、ただいま。今日はね、久しぶりに牛丼が食べたいので、母ちゃんに無理を言って、どっちだったっけ、すき家。すき家の牛丼を買ってきてもらいました。おもりです。それではいただきます。なんて。はい、湯気パンパン出てますね。よかった、高菜いかが。ん？高菜前は。高菜はいいよ。いただきます。取りづらいね。いただきます。ボロボロ落ちる。おいしい。はい、牛丼には味噌汁です。そう、インスタントじゃないよ、母ちゃんがちゃんと手作りしたやつよ。おー、大根がほらほらですね。うん、おいしいと思う。いや、おいしいよ絶対。はい、午後はちょっとね、今日ここ数日ね、子供が胃腸風邪で学校休んでて、午前中でねだいぶ元気になってきたので、午後からね、学校行かせるためにちょっと今、学校の方に送ってきました。しかし、太陽が出てないせいか、今日は寒いね。今現在、外気温が8度になってますね。結構、冷える。しかし、年明けて、そんなに天気悪い日なかったんだけどね、ここ数日ちょっと、天気が不安定ですね。この子たちは何をしてるんだろう。しかしマスクしてる人が多いね。日本人だけらしいけどね、こんなにマスクしてるの。さて、それではね、会社戻ってお仕事、戻りたいと思います。はい、今日の夜のおやつはパイの実。これがね、一番美味しいよね。もうね、ちょっとちょこちょこ食べてってるんですけど、これがね、食べ出すと止まらないので、このサイズ買ってくるとね、結構食べ過ぎちゃうんですけど、でもね、美味しいよね。やっぱりこれ最高ですね。今日も一日終わりました。もう子供たちもね、寝かせつけて、今日はね、いろいろ、母ちゃんもね、お出かけしてたので、晩ご飯もね、バタバタしながら子供たちに食べさせたので、ちょっとね、撮影としてはできてないんですけど、とりあえず、今日はね、先日、2月3日のね、節分で、成田山に行った時に、このね、オズモポケット、だけで撮影してきたんですけど、あの時にね、皆さん気づいたかな？結構外の撮影だったのに、風の音入ってなかったでしょ？これをね、このまま持っていったんじゃなくて、風防をね、ちょっと用意しました。それがね、こちらですね。ただの、いつものね、スポンジ。こういうね、GoPro とかでもつけてる、スポンジのね、モフモフと同じなんですけど、これ何かというとね、本来は、こうだったんですよね、本当の姿はね。これ、ショットガンマイクの風防。これをね、ちょうどこう測って、ズバッと切ってね、今、こういう形になって、これをね、こう、ズボン履かせるようにして、こう
こういう形でもって撮影してました。そうするとね、オズモポケットはね、ここの位置とこの真下の位置ね、にマイクがあるので、こう手で持っててもそんなに邪魔になるわけじゃないですし、ボタンはね消えてしまうんですけど、だいたい2つしかないので、こう勘でこう押せばいけるんですよ。で、録画ボタンも隣にあるんでね、全然問題、操作としても全く問題ないので、これすごくいいんですね。なのでこれだけでね、本当に数百円、ちょうどね、あの同じグルノミンの小泉さんがね紹介されてて、僕もねそこで買ったんですけど、本当にいいですよ。この間本当に撮影してて、後で編集してね、全く問題なく、あの音も取れてたし、ちゃんとね風の音も防げてたので、これすごくいい。よかったらね、あの説明欄にこれリンク貼っときますけど、オズモポケットのね、これ最小の最強装備だと思ってます。あとはね、あのここにこっちにね ND フィルターつければね、もう本当にあと何も必要ないかなと思います。なんだったらね、もうちょっと大きいやつがね見つかれば、それこそねオズモポケットのアクセサリー類もねつけた状態で上から被せることもできると思うので、それもねまあいいんじゃないかなと。特にね TJ さんからもらったようなやつ、アクセサリーはね、これなんですけどね、 TJ さんからもらったやつ、これはねなんとかなんのかな、こっちのこれはまんないかな、無理やりはめるとまた壊れるかな、破れるかな、それあーちょっと折れそうだな。ちょっと今回またねいろいろ考えてやってみますけど、なんとかね入るかな、強引にでも入ればすごくね、ちょっとミリミリいってるな、ちょっと厳しいな。もうちょっと大きいのがあればね、この上からねかぶせちゃって、ここもね切ってね外に出せば、上から行けばいけないかな、一回割れてるからな、ちょっとなんか触った感じこの辺ミリミリいってるんで、ちょっと厳しいかもしれませんが、もうちょっと径の大きいものを買えば入るような気がします。そうするとね、マウントをつけて風の音をね、あの制限できるので、かなりいいと思います。本当に全く問題ない。まあそんな感じでね、このオズモポケットの風防最高です。よかったらまあ真似してみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。またね、バイバーイ。はい、ちょっとおまけですが、今ねこれ GH4 に 12mm、32mm の F3.5 から5.5、F5 だったかな、でのレンズのセットをもうね常設としてね、こう立てて、いつものアングルでこうここをね撮る形で今撮影してたんですけど、昨日一昨日もやったかな。でもね、やっぱりね F3.5 始まりのこのレンズ、ちょっと光量が足りないせいもあるのか、ノイズがひどいね。ちょっとレンズ考えないといけないな。今ね使ってる、今撮ってるこの GH5 につけてるのは F1.4 の 25mm のレンズで、あとあるのがねこいつね F1.7 の 15mm のレンズなんですよ。なのでこの距離を考えると、この 15mm ではちょっと広角すぎるのかなと。今ね 35mm の画角で今日の動画は撮ってたんですけど、あれぐらいにしようと思うとやっぱりね倍ぐらいの焦点距離になってしまうので、この距離だとね、ちょっと距離が足りない形になってしまいます。困ったね。なんかレンズ考えないとな。それか
ライトか悩ましい。